こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は日本の物価が安いという話をね、いつもしてるんですけど、改めて、日本は安いなと、というか、海外高いなという例があったんでご紹介します。アメリカのアナハイムのディズニーランド、チケット価格を調べてね、いるんですけど、10月のこのチケット価格、日曜日で159ドルから169ドル。平日が159ドルから179ドル。そして土曜日が179ドルという価格です。これは今ね、1ドル147円ぐらいなんで、一番安い時で2万3373円。高いところだと2万6313円と。一方、東京ディズニーランドはというと、今ね、曜日によって値段変わりますという仕組みに変わりましたけど、安いところだと8900円、高いところでも1万800円という金額です。これ見るとね、3倍弱、2.6倍ぐらいの開きあります。やっぱりね、ほとんどの場所と比べると日本の物価ってね、3分の1になってます。輸出してね、儲けましょうという話をいつもしてますけど、何しろね、もう探すとか云々じゃなくて、普通のもうほとんどのものが3倍の値段、逆に言うと日本で買えばね、3分の1の価格、海外持ってきゃ3倍になるというようなものがゴロゴロしてるんでね、そら国内転売やってる人が苦労するはずだし、やっぱ輸出やるとね、商品探しやすいし、儲けやすいのは当たり前だなというふうにね、改めて実感しました。日本とアメリカのディズニーランドのチケット価格、やっぱりね、こんなところも3倍近い開きがありました。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。